社会契約論は思想家ジャン・ジャック・ルソーによって執筆され、1762年にフランスで交換された政治哲学の著作である。古くは民約論とも訳した。一般医師というルソーの造語を世に送り出した書として有名である。1743年から1744年にかけてベネツィアでフランス大使の秘書官として勤務していたルソーは、 ベネツィア共和国の問題から着想を得て政治制度論を構想する。これは未完であるが、本書、社会契約論はその一部として出版された。ルソーはフランスで音楽活動を行いながら文明社会への問題意識を深め、1750年に学問芸術論、1755年に人間不平等起源論を発表して、文明社会における人間の徳の大敗や、 指摘所有に由来する不平等を指摘している。自然状態から社会の成立原理を明らかにして人民主権など民主主義理論に基づく社会契約説を解く内容であったので出版後は王権神授説を支持する絶対王政期のフランス王国やカトリック教会が激しく反発し出版禁止や逮捕令などでルソーは弾圧を受けた。その後フランス革命に 大きな影響を与えた。ルソーは人間の本性を自由意志を持つものとして考え始める。自然状態では各個人は独立した存在として自己の欲求を充足させるために行動し、生存の障害が発生すればその解決のために各個人同士で協力関係を求める。こうして生じる個々人の約束は社会契約の概念として把握される。 社会契約の枠組みに従って国家が正当化されるためには人間の自由な意志が社会契約の中で保障されていなければならず本書では個人のための国家のあり方を論じている社会におけるすべての構成員が各人の体と財産を保護するためには各人が持つ財産や体などを含む権利のすべてを 共同体二条とすることを論じる。人々が権利を全面的条とすることで、単一な人格とそれに由来する意志を持つ国家が出現すると考えられる。国家の意志を、ルソーは一般意志と呼んでおり、これは共同体の人民が市民として各人の合意で形成したものであり、直接民主制により主権が行使されるべきである。それと同時に、 一般医師が決定されてからは、新民として絶対服従しなければならない。なぜならば一般医師とは、各個人の私的利益を求める特殊医師とは反対に公共利益を施行するものであるからである。従って、一般医師をもたらす人民は、主権者として見直すことが可能となる。しかし、人民主権の理念を具体化するためには、多くの実際的問題が認められる。 人民は主権者であり、一般医師が公共の利益を施行するとしても、人民の決議が常に正しいとは限らない。人民全員が賛成することは非現実的である、ばかりでなく非効率でもある。そこで人民に法を与える立法者の役割が導入される。立法者は制度や習俗を構築することで共同体を構築する。さらに、 人民の習俗が維持するための観察官を用意することで社会契約や法の絶対性を協議とする市民宗教を教育し共同体を維持する。ありがとうございます。